はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日は久々こちらですね。うん、レゴマインクラフトアイアンゴーレムです。はい、先日ですね、はい、東京駅のレゴショップにて、はい、新しいレゴマインクラフト大量に入荷してましたので買ってきました。はい、今日はこちらのアイアンゴーレム作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのアイアンゴーレムですね。はい、これ結構ちっちゃいセットでしたね。うん、はい、まずですね、ここにアレックスがいますね。はい、アレックスはダイヤのツルハシを持っています。はい、はい、そしてこちらがゾンビですね。はい、かまどとクラフトテーブルありますね。はい、下、はい、この岩の下、ここにですね、一応アイテムがありますね。はい、これ鉄鉱石かな、わかんないね。ちょっと金ではないんだよね。うん、うん、そしてこちらに花がありますね。あとここに小豚、うん、小豚がいます。はい、それでこちらなんですけども、これね、アイアンゴーレムを召喚するためのね、はい、準備がもうされてますね。はい、これどういう風に登場するかっていうと、エイシンくんやってください。はい、かぼちゃの頭を持ってガラリーン。はい、これで登場ですね。はい、下にね隠れてたんだよね。うん、それで出てくるようになってます。はい、アイアンゴーレムちゃんと一つのミニフィギュというか、はい、ような形になってますね。はい、手が動かせて、はい、足も動かせますね。はい、はい、こんな感じです。ちゃんと苔が生えててね、いい感じだね。ここもでしょ。うん、それとここにですね、ちょっとだけ水が流れてますね。はい、はい、まあ、これまでのレゴマインクラフトと同じように、組み替えは自由で、はい、それで他のレゴマインクラフトともくっつけて遊べそうだね。はい、それでね、毎回のマインクラフト系をやると、はい、いつも言われますけれども、うん、マイクラ PE の21回目やらないんですかという質問をよくいただきますね。はい、これはですね、ライブ配信でも私よくお答えしてるんですが、うん、今ですね、我々のテンションが今マイクラに対してすごい低いです。はい、だからマイクラをできない今。はい、他のゲームに行っちゃってる気持ちが。うん、でも A ちゃんならちょっと半分ぐらいなんです。半分ぐらいなの。うん、ちょっと上がってきてる。上がってきてる。うん、そうか、こういうレゴやると上がるんだよ。そうなんだよね。だから今回ですね、うん、他にも新しいレゴのマインクラフト3つ買ってきてますので、これ以外にね。はい、なのでそちらでですね、我々もちょっとテンション上げて、はい、また再開したいですね。よし、道具はできたぞ。お、かぼちゃができてる。早速収穫しよう。え、わ、ゾンビー。よし、先にかぼちゃを収穫しよう。よいしょ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 、よし、収穫できた。よし、ここにかぼちゃを設置すれば。よっしゃー、ゴーレム召喚。おー、ありがとう、アイアンゴーレム。うわー、なんでやねん。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのアイアンゴーレムでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。久しぶりのレゴマインクラフト、久しぶりのレゴマインクラフト寸劇でしたね。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いしますと。はい、あとセカンドチャンネルとゲームチャンネルもやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。